使う道具の紹介です。播州つぶにかは、水、耐熱ビーカー、電熱器、木べらです。播州つぶにかは 20g を容器に入れます。水 200ml を加えます。一晩置いて煮皮を防潤させます。夏場は冷蔵庫に入れておきます。防潤した煮皮の容器をコンロにかけ、弱火で加熱します。木べらなどで丁寧にかき混ぜながら煮皮を溶かします。この時、沸騰させたり焦がしたりしないように注意します。つぶつぶが完全になくなるまで溶かします。十分に冷ましてから使用します。